はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちらですね、すき家の、ですね、こちらですね、三種のきのこ牛丼並400円でございます。こちらですね。で、トッピング三種のきのこかければ出来上がるということで、で先ほど蓋がちょっと開いてしまいました。中身が減っているのか、この量が正確なのか分かりません。多分大丈夫かなと思うんですけどもねはい、失礼いたしました。ちょっと風がですね、まず治らなくて、はいはいはい、三種のきのこ今かけました。はい、で、ちょっとこぼしたんでですね、割り箸ももうベッドベッドになってしまいましたね。ですのでスプーンでいただきます。はい、こんな感じですね。三種のきのこ、うまそう。あー、これ卵がかけたいとこだったな。まあいいや、いただきます。きのこ、普通にうまい普通にうまいですね。はい、三種のきのこ、なんだろうな、これはどっか書いてあるかな、書いてあるかな、書いてない。三種のキノコの何と何と何か書いてありません。一応期間限定となっておりますね。はい、期間限定、いついつまでということは書いてありませんので、興味がある方お早めにって感じですね。星5つ差し上げたいと思います。はい、もうちょっといただきますか。これ、このね、食感がいいんですよね。このなんとコリコリコリっていうか感じだねはい、ありがとうございます。ということで今日ご紹介いたしましたのはですね、すき家さんの三種のきのこ牛丼並盛りが400円でございます。ありがとうございました。